変わるスタートになります。じゃあバッテリースイッチオン、ストロボスイッチオン、ユナイターキーエネーブルエリアクリア、じゃあフィルカットオフ、プルオフ、スロットクローズ、じゃあいきます。じゃあエンジンスタート。15%、確認です、アプリで確認です、確認できます。あ、3秒以内、油圧上昇、782度以下、油圧上昇中、ここでファンメーターが下がります。下がらないですね。で、65%、40秒ということで、これで OK ということです。じゃあ、いきます。じゃあ、いきます。はい、エンジンスタート。スタート。じゃあオートスタートのシミュレーションもう一回いきます。バッテリースイッチオン、ストロースイッチオン、イグナイターキーエネーブル、クリアクリア、フルカットオフ、プルオフ、スロットルクローズ、じゃエンジンスタート、スタート。まあここまではいいと思います。で N1 がずっと上昇して 15% で、さらに加速してるってことを確認します。しました。ジャック上昇確認、高電着当たり前。じゃあ燃料入れます。すごい勢いで上がる。こうなったらカット、で10秒待って、あるいは100度以下まで確認。で次の滝を押します。じゃあストップいきます。エンジンスタート。普通に上昇で 15%、 確認、150、確認出れますね。すごい勢いで上がって、どんどん上がって狙い方に聞こえて、もっとスタート、実際これでもいいんで、とバッテリースタータースラギッシュ、まあなかなか上昇しないっていうやつです。じゃあそのシナリオいきます。バッテリーオン、ストロボオン、イグナイターキーネーブル、エリアクリアでスタート、フィルカットオフ、プルオフ、はい、スロットルクローズ、はい、フルクローズです。じゃあエンジンスタート、ピッ。常にこのシーンで鈍いですよね、上昇がね、全然上がらないと。でこの場合はもうこのまま燃料入れると必ずホットスタートになるんで、やめます。